当初真っ先に疑われたのはよく知られた食中毒菌。しかしそれらは見つからないばかりか、子供たちの腸内に起こっていたのは信じがたい症状でした。後で我々分かったことですけども、かなり広範囲にわたって、いわゆる大腸が腫れているような状態、出血しているような状態ですので、本当にお腹全体が痛い感じがあったろうと思います。これは正常な大腸の内視鏡写真。ところが、この時川村医師が見た患者の腸内は、真っ赤に塗られ、大量の血を吹き出していました。食中毒とも違っていたのです。こんな風になった内視鏡は見たことはない。忘れられない光景として